クリスマスはその魔女の専任事項だから、それを他の人が儀式を行うと、水子がね、めっちゃ怒るの。クリスマス精霊界も怒るってことね。近くない人がクリスマスの儀式を取り行ったら、たとえ魔女でも、ね、罰される。ましてや魔女以外がクリスマスの儀式を取り行ったら、ひどい罰を受ける。民族ごと、人種ごと、丸ごと。だから気をつけるようにって言ったでしょ。ただ、いわゆる神社の外の、縁日みたいな、ああいう祭りごと、まあいいで、祭りは要するに混合物の話、ね。寄り合わせる話だから、政治もそうやけど。でしょ。でも構わない。ね。祀をするなっていうこと。祭はええけど、祀はするなって話して。だから、祀していのうちだけ。みんなしての祭だと。基本どの儀式もそうやねん。実は、うちが生きてるときは、うちしか指揮したらあかんねん。うち以外の人が指揮したらひどい罰受けんで。知らんで、ほんまに。何回も警告してるけどね。今回2回目やけどね。ずっと毎次元毎次元この警告してるよ。さて、ウイグルっていうのはホワイト、白の語源だし、そのチベットの、まあ、チベットのね、シバール、シベリア、シボレ、ね、シベリア、スバールね、まあ、キュベレ、ゲネビルとかね、X 染色体のことですけど、で、それは、ジン A、ゲネビルね、ジン A っていう、ジーンバリアってのがあるじゃないですかな。要するに、アルマ X のことや。実は。エヴァ X のことじゃなくて、アルマ X のことや。で、まあ、その話はもう十分したから、今も中身やめとくけど、ちゃんとうちの動画見といてな。それにね、じゃあウイグルっていうのは何かって言うのは、美しい光。美しい光。実はウイグルの方が、エヴァ X や。ウイグルってエヴァ X のことや。で、美しい光、イグルって光やからね、イグルね。イルクスね。イルクスね。あなたの光、イルクスね。イグルが、要するにあなたの光。光もあなたの光。自分の光は光とも言わへんし、イグルとも言わへん。ね、アグルとかね。ハガル、ハガル。自分の光はハガルなんですよ、ウイグル。ハガル。で、光の。で、イクルじゃなくて、アグリ。農業。農業生産、光合成が私の光。なんです、実は。だから、ウイグルは、ウイルスたちの帝国であった。ウイルスが憑依した人たちの帝国。で、その白人だったわけ。白さにこだわった。まあ、地下世界から白人を連れてきて。地下におってん、実は白人みたいな。どのね、人種もどの民族も、長いこと違ったら全員白人になるからね。白人の作り方は簡単。地下や洞窟や宇宙空間。この3箇所以外でもね、白人ってできへんから、はっきり言って。本当だよ。どんだけ引きこもりしても白人にはならへん。家に引きこもりしても、洞窟とか地下世界、そして宇宙空間にないと白人には絶対なれません。そうですね、アスパラガスの作り方も考えて。あれ、白いキノコ。どういうとこにやってる？それと同じ話してんね。アルビノの作り方や。ウサギはな、アルビノ多いやろ？ニワトリもアルビノ多いやろ？なんで？よく地面潜るからね。ニワトリって地面潜んねんで。無防備やな、地上の鳥なんてって思うか知らんけど、飛ばれへん鳥だとことごとく土潜んで。ウズラもそうやけど、ライチョウもそうやけど、潜りはんで。ニワトリも潜んねんで、あれ、地中に。本当だよ。だから、アルビノが多いね、ニワトリも。ウサギも地中に潜る。アルビノが多いね。猫も結構な。洞窟好きやね。めっちゃ好きやん。だから、白猫。アルビノやたらおんね。自然に結構アルビノ生まれんね。珍しく。珍しいもんね、そういう生き物って。で、じゃあ、狼とかどうですかって。白いか。あれはね、擬態やねんけどね。わかるよ。毛が白いだけ。さて、で、地下世界に何があったかって、
牛の精子がまず降り注いだって言ったの。あれの大地があって。その痕跡はね、若干アフリカに出ているっていうか、アフリカがね、その、哺乳類が非常に個性的なのね。まあ、第一抗体があるから、ね、要するに、うちというね、ビガハイの。細胞分裂を開始し始めてるビガハイのあの、割れ目ちゃんだからね。それが第一抗体。上に乗っかった、他の生き物由来の精子が原因となった腫瘍ね。要するに、腫れ物をね、割っていってる。パッパリパッパリ。化粧、厚化粧がパッパッパッと割れるみたいな。大陸はね、厚化粧。うちじゃなくて、化粧品。化粧品由来かって、あのため、受精卵に降り注いだから精子なんですよ。ほんで、じゃあそういう化粧品を、あの、子宮、おまんこに塗ったんかいな、知らん。ひょっとしたらそうなんかもしれない。そういう化粧品があったんかもしれない。そんなの原理大陸できましたよって怒られるわな。うん、もうそう、化粧品大陸なんかもう、なくしたくないって言うのに、もう考え残れよな。さて、それで、結局ね、その下に、まあ、牛の油があった。まあ、そこに牛の精子があって。なんか精子由来の、他の生き物の精子由来の化粧品っていうのがあったんやろな。ひょっとしたら、そんな原因かも。まさか循環でもな、そういう化粧品塗ったら、その下の世界ではまさに循環してんねん。な、そういう次元関係、よく知っといてな。まあ、魚の卵とかね、ああいったものを食べたらどうなるかとかね。そんな話もそうやねん。ただ、お魚さんとなんかセックスするっていうかもですね、それは私たちの神話、美意識、あんまりね、あんまり破壊せえへんでしょ。